もうまい。へえ。今度受けたら買ってきたらいい。引きこもりがちでちゃうみんな。いや、そういう引きこもって金稼げるんだっていいんじゃないですか。いや、そういうみんながみんなそうじゃない。なるほど。休日だったり何にせよ、引きこもりがちになりやすい。でも家の家に居心地いいってことはすごい。はい、どうも。今日は、2019年8月の31日、16時25分です。よろしくお願いします。おお、みゆさん、開けたよ。開けたよ。どう？タバコ吸ってくるわ。うん？
まずお父さんの子ではない感じだよね。そんなこと言うの？お父さんシャ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 。お父さんの子だけど。2000円。僕もね、魚の2000円はね、ちょっと出せないわ。だからこれをね、調子の三浦屋さんで食べたらいくらだか知らないけど、4000、5000円取られるの。まあ、4800円から6200円ぐらいでしょ。時価からも新鮮ですね。2000円なんて安い方だよ、うん、これで金目で2000円なんて。そうなの？安いよ、この大きさで。いや、結構でっかいもんね。いい金目だよ。たぬき1号さん、猫ママ声大きいね。ああ、え、猫ママね、アカウント作ってたよ、ちゃんと。何やってるの？だね、なんかね、あのローマ字で猫ママってね、やるとね、出る。安いよ。猫ママの声聞こえる？おでこ痛くないよ。どうも、こんにちは。ひげ伸びたな。ひげ短くしたいな。ひげ長いよね、ちょっと。飲みながらちょっと甘いの食えないよね。ウイスキーにチョコレートくらいだよね。そうだね。それも甘くないチョコレートね。そう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 。私あれ信じらんない。すごいな。食べる人いるの？ツイッターないね。おでここんな感じ。まだ上げてない。後で衣装着てから撮ろうかなと思って。近くで見る。こんな感じ。まだちょっと血が残ってるかな。今ピント合わせるよ。ブラックターコイズ。いや、なんかフォローしようと思ってたわけじゃないんだけど、関連のカードとかねえかなと思って一回フォローしたの。こんな感じ。見える？刺してるやつが埋め込んでる感じだね。皮膚の下に埋め込んでて、血がちょっとかさぶたになってるね。いや、出血、あ、結構血出てますねって言われたけど、俺は別になんかティッシュがちょっと色がつくぐらいで、うん、インドの人とかやるね、ビンディね。少しね、チクッとする感じ。ピアス入る。肌汚くない？汚いよ。外せないね。外せなくて、こうポロッと取れる感じだね。なんかね、2006年に開発された新しいピアスだね。いいですよね。引っ越したよ。うん。引っ越した引っ越した。ぬいぐるみも全部上にハンモックに行った。かわいいじゃん。猫間のアイディア。ハンモックにするそうっつって。どこで開けたの？原宿だね。原宿の完全予約制のお店で。佐藤さんに紹介してもらったね。佐藤さんピアス開けまくってるから居心地いいよ。最高だよ。最高だよね。最高っすよね、お母さん。ね、
もん。私も最高よ、わるちゃん。幸せよ。ハンモックをね、昨日ネコマが選んでくれて、こうやってハンモックに天井吊るして、こんな感じだね。ぬいぐるみをバンバン置いてるね。スライム。いいでしょ。ちょっと面白いアイディアだよ。そういうことじゃないの。僕結構生理痛がひどいから、それで飲んでんの。緩和する、うん。なんかホルモンのあれがなんかね、安定するんだよ。ああ、ありがとう。フンボルトペンギンありがとう。ペンギンナイス、メアリー。ああ、それはね、ネコマの漫画に書いてある。ネコマのツイッターに、食費と、家賃いくら入れるの書いたよね、漫画で。漫画見てみて、ツイッターで。いいね、ありがとう。いや、好きな方見ていいよ。お医者さんでやる。高いんだよ。1月3000円ぐらいするから。個人入院。お医者さんでもらってきた。何であるの、他にあるんだけど、もったいないから。あるの、あるある、あるのに飲めばいいじゃん。何日目か分かんないからさ。何日目か。おでこアップで見たらいいよ。ちょっと待ってね、まだちょっとかぶれてるっつうか、かさぶたに なりかけだから、この辺ご了承ください。おっさんだから肌荒れてるよ。こんな感じですね。私前があ、ねえねえピーちゃん、ブラックオパール、そう、配信してんの。配信してるよ、ブラックオパール。光でこうギラギラする感じ。ブラックオパール、まあ遠くから見るとブラックなんだけど、近くで見るとこういう、いいでしょ。どうしよう、え、こんな感じですね。まだ血がついてるかな。後で洗浄しますね。痛えっつってね。ゴッドすごいですっつって。俺のことゴッドって読むの。宗教みたいになってきたな。俺は神じゃないよ、まだ。近くで見ると綺麗や。ブラックオパール。人工だよ、でも、オパールは。人工石だね。天然石じゃない。これは、なんて言えば、平たい鉄のステンレスの板を皮膚にブチュブチュブチュって埋め込んでるって感じかな。広大な額ですよ。バガーありがとね。バガーありがとう。ありがとう、風船ありがとう。自分じゃない、お店、お店。お店で埋め込んだ。外したいときはもうブチュブチュブチュって、もう脂肪に食い込むように穴が開いてるの、癒着するように。だからもう取る方が痛いみたいね、ブチュブチュブチュっつって。避妊とかじゃなくて、単純に生理がすげえ重いから。手がね、あれずっとその飲んでるんだよ。気分がね、結構すごくね、激しく憂鬱になったりとかね、よろしくない状態になるから。それなのよ。どうしようかな。女の子大変だよな。ベッドいい高さだね。ちょうどよくない？そうね。あのね、埋め込むんだよね、鉄板を。
鉄板を埋め込むの。ハイボーグだね。お酒はまだいいかな。東京にあるよ。原宿。可能とかする。あのちゃんとケアしないと。ネジだよネジ。だから上の部分半年、その皮膚にくっついたら上の部分は変えられる。だからプレートが入っててネジ穴があって。こうくるくるくるってやると上の部分は変えられる。鳥いるよ。デコピはそんな思ってたより痛くなかったね。全然痛くなかった。マイクロダーマルで検索したら出てくるよ。マイクロダーマル、ニキビみたいマイクロダーマルで検索してみてください。合わない人とかだと可能しちゃったりするね。俺は全然なんかもう痛くもないし。いや、お、なんかね、結構痛いと思ったんだけど、全然痛くなかったね。ニードルっていう針でブスって刺すときがちょっと痛かったぐらいで。すごいね。マイクロダーマルで検索してみてください。優しい、ありがとう。潜ってみてたんだ。絡んでよ、ぜひぜひ。何探してんの？何探してんの？これ見てない？ピル。あー、見てないな、ピルは。昨日まであったの？いや、昨日まであったの。そうだろうね。どうなんだろうね。金属探知機反応すんじゃないの？いやー、今日めっちゃ僕荒れてるから。いやいやいや、整理は終わってるけど。意味わかんないと積極的にブロックするスタイルが。こんなね、初見で、初見かな、知らないけど。初見でね、悪口言ってくるようなね、性格の悪いやつはね、絡んでてもね、もうあの、全くあの、僕の人生において、何の利益も生まないので。何にも生まないね無駄なものは排除しない。そう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 、目的達成、あの 目標を達成できないから。そう、今日もうめちゃくちゃもうイラついてるから、もうあれかもしれない。そう、バカ相手にすると自分もバカになっちゃうから。髪の毛掃除へ。そう、これね、いい感じに入れ初見さんいらっしゃい。うん、ターミネーター、あのインプラントなんだね。だからジャンル的に言うとピアスなんだけど、ボディピアスなんだけどインプラントになるね。埋め込み、ジャンル的に言うと。だからタトゥーのお花のタトゥーとかあるじゃん、そこにワンポイントであの入れたりするんだって。アップで見たい？いいよ。猫はピアスだよ。こんな感じです。上かさぶたになってんな、ちょっと。バカほど無駄なものはないから。そうね、こんな色です。
ブラックオーパール。あ、地毛っていうか、こうただこうね、抜いて染めてるだけ。キャッチないよ。ない。毛穴はすいません。毛穴は申し訳ない。おっさんだから。毛穴はしょうがないでしょ。毛穴っちょっつって。少し腫れてる？どこ行ったんだろう。綺麗でしょ。違和感はないな、ね、うん、全然ないね、うん、入れ始めはあったけど多分穴開けたからだと思う。第3の目ビンディだね、うん、第3の目だね。ピアス意外と好評かな。なんか思ってたより全然いいわみたいに言われる。なんかうん、そう、意外とね結構反対派多かったんだけど、ていうかねもう全然痛くない。最初ちょっと穴開けたから違和感がある感じだったけど、ただね寝てる時に何回か引っかいちゃったね。多分そのかさぶたになったかゆいんだろうね。いや触らない、無意識の時に触って、あピアスだって危ねえみたいな、うん、あ字で見てもほくろに見えるよ。ありがとう、すげえ嬉しいわ。アトピーではないね、俺は。アトピー性皮膚炎ではない。なんでアトピーっぽい？これ。取れないね、埋め込んであるから取れない。皮膚の中に埋め込んでる。タトゥー、本当はタトゥー入れようと思ったのここに。だけどピアスに変えたんだよね。これニキビじゃないよ、タトゥーだよ。これニキビの大きさだったらすげえでかいよね。なんかニードルで刺すときに注射針でちょっとつくみたいな。ただねここあんま神経通ってないみたいなね。もともとタトゥーを彫ろうと思ってたのここに。いい感じでありがとう。いや嬉しいね、普通になんか似合うよって言ってもらえると嬉しい。ありがとう、よかった入れて。もともと俺が座禅をよくやるんだけど、最近その座禅がうまくいって、結構そのいい感じになってきた、記念で入れたの、うん、想像だった分あのキャッチがあるさ棒のピアスをここおでこにブスっていう感じだったんだろうね、多分みんなはこうなんつうのこういうボディーピアスをブスって入れる感じだったんだろうね。もともとこれを入れようと思ってたから、あのバーのタイプはピアスはないなと思って、うん、いやもう社会で生きていくつもりないっすもん、もともとでしょ、だから反対してたんでしょ、うん、今4層だね、完全に4層だね、うん、今4層ですね。 4.5 も開いてないっすよ、待って。クリリンみたいなのは6個入れたらなるね。包丁しようか、ベッド置いた、今日さっき作った。はい、シャカペコおいで、来ない、おいで、シャカおいで。ベッドある、ベッドある、ベッドとハンモック入れた、ベッドとハンモック入れた。シャちゃんおいで、トリトリ今飛んでくるよ。いいね、ナスカの地上で最高じゃん、かっこいいねそれ、うん、トリトリ。ハクタクさん元気で、今ご飯食べてる。ハクタクさんはあ、不動産屋だ。あ、もしもし、あ、お世話になってます、すいません。
あ、もつせ。うん。え、うん、おててに取りきたね。そろそろそうだね、色落ちてきたね。髪の毛染めて、猫マもね、黒入れてあげたいんだよね、アッシュにして。そうそう、うん、スライムじわる。おいで、シャちゃんおいで。なんとかなったね。てこは痛くはないね。おお、ムーラさんワドツー、おいで。ペコ丸、うん、鳥もね、太陽がすごいいい感じのところだから、うん、いい感じだね。ベイブの定番ですね。コットンキャンディー。釈迦元気になったよ。すげえ元気になった。どんなピアスか。オッケーオッケー。ちょっと待って。釈迦すげえ元気になったよ。よかった。ねえ、シャちゃん。よかったよね。デコピはね、マイクロダーマルっていうやつだね。マイクロダーマル。うん、これが結構そのただものすごく甘いマイクロダーマルだね。多分好き嫌い、うんこその辺でしちゃうよ。あとかわいい。ちょっと待って、今やるから。近くでピアス。どう、こんな感じです。ピアスこんな感じで。ブラックオパールですね。ブラックオパール。ありがとう。片目で見るとね、黒なんだけど、近くで見るとブラックオパールで綺麗だね。うん。シャカとベコ大好きなの。かわいいじゃん。鷹がね、白い方で、色ついてる方がペコ。鷹とペコ、うん、来たよ来たよ。鷹がね、5歳、ペコは1歳半ぐらいかな。ピアスはね、いや、これがボディピアスはこれが初めてで、こっち側に1個空いてるだけだね。2つ。デザインは半年ぐらい経つと、その埋め込んであるやつが定着するから、ネジを変えたら変えられるね。半年ぐらいしないと。でも基本はもう一生ものっていうか、埋め込んだらその取れちゃったり事故るまで変えないっていう。まあタトゥー入れてもいいね。うん、タトゥー入れたいね、ビンディの。遊びに行っておいでよ。ここがいいの、ここがいいの、ここがいい。仲良しね。癒着しようとしたね。猫の何層に行ってたんだろうね。多分5層だと思うけど、ちょっと今ね、それは文献読んでて調べてる。いろいろ俺がチェックしてるね。多分なんだけど、俺6層入ってないね。うん、 KP ありがとう。多分ね、そのヨーガでいうところのムーラダーラチャクラじゃなくて、クンダリーニ上昇ってやつだね。昨日この前やったのは、そのまま行くと6層入れたね。髪ブルースね。アユブルー、ピーちゃんもしよかったらフォローして、うん、そうだね、目の形のタトゥーにしてもいいかもね、うん、ありがとう、うん、5層には行った、間違いなく。猫もまだイライラしてんの、ヘビ見つかんないね。困ったよね。瞑想をずっとやってますよ、若い頃から。
鳥かわいい、ありがとう。鳥大好き。文鳥っていう鳥なんだよね。セキセイインコは、うん、いいね。かわいいよね、鳥ね。大好き。鳥かわいい。シャカとペコ。シャカ、うん、返事するよ。シャカの方が頭いい。シャカこっちおいで。あーし、いいか。シャカこっちは？シャカこっち。シャちゃん、こっちおいで。こっち。よし、行こう。シャカはね、自分のこと分かるし、芸を覚えた。すごい頭のいい答えで。初夏で振動するよ。そりゃそうだよ、うん。いや、ペコの方が大きいね。体はでかいのはペコの方だね。うん、多分遠近法だと思う。二回りぐらいでかいね。ワドちゃん、月が変わるから。うん、お母さんが家賃よこせ。あ、いいよ。オッケーオッケー。ちょっと待って。いい、明日3万持ってくから、ちょっと待って。うん、ごめんね。あ、いえいえ、もちろんもちろん。はい。はい。文鳥かわいいよ。めちゃめちゃかわいいよ。うめっちゃ配信したいけど。文章よく懐いてるね。ペコ、どこ行った？ティッシュいじんないの、遊ばないの、ティッシュで。うん。家賃払います。うん、家賃払います。猫ま、お母さんに直接渡した方がいい。お母さん、じゃあよろしくお願いします。もうじゃあ私はほら渡して。もらえばいいんだから。だから、なんで？え、金額は？ちょっと、どういうこと？とりあえず3万とか。はい。3万。ありがとうございます。よろしくお願いします。え？2人分？2人分？だって、ないでしょ。ない。じゃあ俺が出しとくよ。その代わり、あんま怒んなよ。本当だよね。本当ですよね。養ってやってんだから。言ってやれ。言ってやれ。じゃあ俺が出すよ、今月。じゃあ配信頑張んな。これでいいわけでしょ。でね、ああ、ちょっと待って、お、ちょっと、ペコ。いいけど、うんこ垂らす。いや、うんこ垂らすんですよ、うん、鳥は。やだー。で、これで、ちょ、ペコ。ちょ、食費だからね。で、俺が猫間に食費渡せばいいんでしょ。え？え？だって、俺が猫間に3万渡すんでしょ。2万、あれ？そうだよ。そう、合ってますよ。で、これ、お母さん。お母さんは3万渡すんですよ。お母さん、もうガバガバになってます。じゃあ、お母さん2万じゃない、3万だよ、お母さん。で、お母さん3万で、これ、追加して3万今なく来たから。で、お母さん、バカになっちゃってますよ。はい、お母さん、お母さん、なんで？そうですよ、お母さんも3万猫間に、俺も3万だ、合ってます。合ってます、合ってます。ちょっとごめん、私、3万だ。大丈夫。そこは、うん、大丈夫です、大丈夫です。あれ、じゃあお母さん、今月からよろしくお願いします。はい、あ、もちろん、もちろん、当たり前ですよ。おいで、ペコ。うん、じゃあ、猫も後で3万はですね。うん、よいしょ。お母さん、超面白いんだけど、お母さん、5万払ったら、なぜか猫間に6万食費渡してたから。あ、じゃあ家賃と光熱費込みで5万渡してんの。あれ、何言ったっけ。そう、僕が光熱出すから金持ちじゃないよ、なけなしだよ。うん、俺と猫間の分だよ。俺と猫間の分の、部屋代と光熱費込みで5万渡したの。そう、猫間が今稼げてないから。今何が起こったのか、ちょっと僕分かんない。お母さんに傷全然使わないよ。え、だってお母さんに5万渡す約束なんですよ。合ってますよ、僕と猫間の分だから。合ってますよ。安いよね。そう、ピアス怖い。嘘。2人で5万は格安だよね。うん、で、あとあれか、俺がまあいいや、笑ってるからいいや。あと、うん、
あ、ピアスは痛くない、痛くない。全然痛くない。猫、うん、も全然今苦しいから。俺も10万しか稼げてない。みんなアイテムちょうだい。うん、俺も今月10万しか稼げてねえから。ブリーチはね、1回、2回かな、うん、2回だね。ちょっと特殊な染め方してるから。ピアス開けちゃったよ、もう。ピアス開けちゃった。風船ありがとう。みんなアイテムで応援して。今月全然稼げなかったよ。痛くはないね、全然。もっと痛いと思ってた。自分で染めてる、これは。うん、ただね、あの髪の毛は傷まない方法で染めてるから。うん、ピアス開けるの1万かな、1万3000。ピアスは埋め込んでるね、うん、あとはそう、食費で猫間に3万俺が渡す。アルバイトしてるよ、してるしてる。だって10万じゃ食えないもんだから配信頻度減るしかない。やってるよ。おいおいで、あ、ダメ、喧嘩しないよ、喧嘩しないよ。シャーちゃん、シャーか、よし行こう。食費込みで8万だよ、高くないでしょ。うん、食費込み。ピアスいらない、もう入れちゃったもん。何もしないで、何もしないと本気で言ってんの。シャーちゃん、シャーちゃん落ち着いてこっち、うん、よし。猫間に払う払う、うん、いやー喧嘩しないよ。アルバイト何してるか、ごめん、バイト先に迷惑かけたくないから言えない。結構前からしてるよ。だってもう3ヶ月間ぐらいでずっと稼げてないもん。花火飛んでないでしょ最近。配信やりたいんだけどね、本当はもっと。よかった、私これで今月こんなお母さんスタンピー下手くそだした、うん、まあ、しょうがないじゃん、猫も稼げてないんだもん。いいじゃん、それくらい。なんかお金のことで揉めたくないし、お金の話したくないよ。やめよ、お金でああだこうだ言うの嫌じゃん、楽しもうよ、うん、よいしょ。だって本当だったらブルーネット買うつもり。ブルーネット売ってないんだもん。売ってるよ、売ってないんだって。かわいい。あ、そうだ、あれじゃ難しいのかな。いいのよ、ある人が払えばいいんだよ。もっとバイト行けばいいじゃん。ブロックでーす、はい、歓喜の女性陣つって稼いでる人が払えばいいんすよ。いや、そうじゃない、なんかお金で揉めたりとかって気持ちが大事じゃん。気持ちが、お金で損したくない。めっちゃ生活感出てるわけ。いいじゃん、これがリアルだよ。おでこにピアスついてますよ。急にご機嫌になった、うん、みんなが楽しくてニコニコしてんのが一番いいんだよ。ハクタクさん、映画作るお金は全然貯まってない。おでこのピアス見たい。喧嘩しないよ。それで、はいはい。でこ、ピアス聞こまって。マイクロダーマルっていう、ちょっとね血がついてるけど、マイクロダーマルっていうピアスです。こういうね、ブラックオパールですよ。ブラックオパール。こういう感じですね。うん、引きで見るとね、わかんないけど、うん。押さないでくださいね、うん。埋め込んでる感じだね。肌汚いよ、もう34のおっさんだもん。部長ね、自分でカゴに戻るのはペコだけだね。釈迦はね、もう俺から離れたくない人。うん。かわいいでしょ、文鳥のシャーちゃん。シャンちゃん、シャカ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 、まあまあまあ、デコピー行かせ、ありがとう。そうそう、85年生まれ。
外せないこれは。痛くないよ。開けた時ちょっと痛かった。うんちしたな。どうやったら稼げるんだよ。我が家は働かざる者食うべからず。そう、もう家訓だから。どっちき大好き。ヘビ見つかんない。どこ行っちゃったんだろう。見つかんないんだよね。まずさん愛されてる。そうだね、嬉しいね、うん、社会生きてるよ、うん、ただねちょっと元気なかったんだけど、この家来てからすごい飛べるようになった。一回飛べなくなっちゃったんだよ。ちょっとわかんないな、顔に開けるの怖いよね、うん、あんまり人にはおすすめしないかな。俺も結構悩んだよ、34で入れたから。でもまあ後悔はないかな。もう全然後悔ない。ただまあ人によってはね。そうそう、マイクロダーマルだね。え、青じい、マイクロダーマルとかカバーしてんの。そう、クンダリニヨーガでクンダリニ上昇、クンダリニ覚醒って言うんだけど、それの記念に入れたね。釈迦久しぶりだって、うん、ブラジャーしないのは別ブラトブラト。いや、ミモザそんなでかくないから顔に開けるかもしれない。目元とか可愛いかもよ、女の子。涙袋とかハートありがとう。デコメンさんナイス、ハートありがとう。いや、クビになったらクビになったらしょうがないと思ってるからいいの。その辺は覚悟してるから。そうなの、息子いいんだ。プチピーは猫間が開けてる。彼女向こうで配信やってるけど、猫間かぐやで検索してみ。口開いてるよ、バカ。顔ピー入れる ?55 号さんも。結構来たの。猫間かぐや、ひらがなだね。猫間かぐや。ふわっちね。ミモザはコーンスネークだね。ちょっとペコ、そこはダメだよ。ペコやめて。そこはダメ。ペコ、そこダメでしょ。ペコ、降りなさい。ペコ、いい子でしょ。降りなさい。そこダメだよ。ペコ、素じゃないよ。そう、いい子。いい子、ペコ。頭はマウンティングだね、これは。頭に乗るのはダメ。怒らないとダメ。ペコ、最近いい子になったね、ペコね。最近おとなしくなったね。思春期終わったのかな、ペコ。優しくなった。なんかこれバトルみたいでかっこいいよね。なんか崖と崖で向かい合ってる、なんか一騎打ちみたいな感じで、ちょっといい構図なんでこれ。いい構図。トゥルテテ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 ケンカしないの。あるよ、動物はマウンティング全然あるよ。そろそろ戻る、そろそろ戻る。飛んだ、いっぱい。綺麗な羽だな、ペコは、うん、よいしょ、おいで。ピアス押してみて、はい。あ、ちょっとまだ可能してるかな。あー、シャシャダメよ。シャシャ、入りたくないの。おいで、帰るよ。シャちゃん、言うこと聞いて。シャちゃん、帰るの。はい、はい、今日終わり。結構どこ行った。シャちゃん、言うこと聞いてよ。なんか嫌なの。おいで、帰るよ、おうちに。なんでシャーちゃん、ちょっとシャ
高橋さん言うこと聞いて、お願いお願い、しゃちゃん、もう少し遊びたい。いやもうね、永遠とね、出たくない、帰りたくないになっちゃうから。野生の本能が戻っちゃうんだよ。完成かな。ウィー、ただいま。はい、ワードツー。ペコ爪切ったよ。ペコ切った切った。ペコがね、やたら伸びるんだよね。え？あ、暗くして入れないダメなんだ。いや、釈迦はね、ダメ。ペコはね、勝手に戻るね。釈迦が中に入ったら。ペコの爪、ありがとうありがとう、言ってくれたら全然切るよ。ペコ爪ね、伸びやすいからね。おお、明日またウサギ見に行きます。ウサギもいるよ、ここに。白拓さんがいる。ありがとうね、バーガー似合ってるよ、ありがとう。結構ね、反対意見多かったんだけど、いや意外といいじゃんって、そう、意外といいねつって、思ってたのに全然悪くなかったから、よかったじゃんって言ってくれる。後で洗ってくるよ。そうなんだよね、生き物は最初の飼いたての頃にしつけがすげえ大事だからね。おでこにね、埋め込んだ。ブスって穴開けて、メスでピッて切って、で、プレートを入れんの、中に。で、突起の部分は皮膚にこうギリギリ出るぐらいに、ブチュブチュブチュって埋め込んで、ギューって押して、脂肪層にブチュブチュブチュって入れて。で、プレートに穴が開いてるから、脂肪に食い込んでいくんだよ。アップで見たらいいよ。もう今日10回ぐらいやってるけど。そのデコピ銀河だね。ありがとう。銀河の和道だからね。なんてったって銀河。ちょっとね、かさぶたになってるね。こんな感じです。いいでしょう。猫マのママだね。こんな猫マのママがこんな感じで。普通なわけがないよね。近くでやると。こんな感じです。いい感じ。近くで見た方が綺麗だね、うん、それぞれで配信してる。医者じゃないね、そのピアス、なんて言うんだろう、ボディショップ、なんて言えばいいんだろうね、ボディショップ屋さん、うん、風邪ひいちゃった、マジで、うん、ありがとう。ピアスナイス。おでこピアス良かったね。遠くで見たらイボイボ遠くで見たらただのほくろとかイボ。麻酔はしなかったね。MRI できないんじゃないの？うん。千正雄みたい。おでこ痛くはない。うん、で、服もできたんだよ。だから、コスチューム、これ俺の、あの、オリジナルの服なのね。ついに完成した。うん。オリジナル服も完成したから、もう冬場とか秋口はもう自分のコスチューム着てやる。
ついに神になった。そうだね、まだ神にはなれてないかな。一応人間は超えたね。メスの猫はあと牙もあるから、牙つけてこれつけたらもう完全に人間じゃないね。牙はこの前配信した時のやつがあるから。そうだよ、オリジナルの服見たい。薬飲んだ？オッケーオッケー。俺の枠で寝落ちすればいいじゃん。部屋の雰囲気、あ、ライティングした感じだね。ブルーにしてる。後ろをブルーで抱いてるね。ちょっと待って、ね、人間やめるから待って。猫のマウントとか。猫の知識マウント。かわいくない。あのね、猫って。俺の服はこんな感じだね。おでこだよ。そうするとね、こうなんていうの、逆立つんだよ。逆、全然チンチンが逆立って入れるとね、逆立って抜くとき、メス猫はね、すごい激痛を走るから、だから引っかくの。知ってた？それ。春日、いてんだよ。いてんだよってね、この野郎って感じで。これが俺の服だね。これが俺の服だね、うん、どこにいても部屋はどうしようになる。素材は合皮だね、これは合皮。かっこいい。サテンじゃないね、これは合皮。で、水牛のボタンだね。特注っていうか、あのブランドですね。これ欲しい人は買えますよ。こんな感じかな。斜めにカットが入ってて、これが俺の服、これが俺の服だね。似合う。いや違う、オリジナル。これが俺の服ですね。全然着にくくないよ。全然着やすいよ、うん、買いたい場合俺に連絡してくれれば全然動きやすいよ。全然動きやすいよ。フード好き。牙ついてるや。牙ついてる。値段はオーダー制で、問い合わせが来た時だけ答えるかな。本当に買いたい人以外は答えない。スターウォーズっぽいよね。いやサイズはね、このサイズしかない。もし特注でボディに合わせて作る場合は別途料金かかる。いやもう一つの袖もつけてもいいんだよ。全然両方ともつけることが可能。俺は片腕にした。片腕タイプにした。牙外れるよ、うん、もちろん。これに俺のヘルメットかぶれば完成だね。アーティストモード。
はまあ出てないけど、それで夜道歩いてたら怖い。まあ怖いよね、わかるよ。中二病がすごい。 KP ありがとう。これは高速具だね。何してんの？いや、何もしてないよ、全然。めちゃめちゃかっこいいでしょ。スルーだよ、うん、これは俺の仮面、うん、俺の仮面。よくさ、なんか配信始めたての頃っていうのはさ、なんかね、閲覧が少なくてもコメントが少なくても自分と話しなくちゃいけないみたいなんじゃん。無理じゃん。DV 撮影とかじゃなくて、俺は普段着、これは普段着、普段着、これは俺の普段着。イロアングレイみたい。イロアングレイ聞かないからわかんねえな俺。イロアングレイみたいな、え、頭ピアス入れた。すごいゆったりしてるからリラックスできるね、うん、これベーコンじゃない、本革。片目は潰す感じだね、うん、熱くないよ全然。いやだって自分が好きだと思ってるものを集めてやってるわけだから全然いい感じだよ。これはね、買うんじゃなくて作るんです、これは。これは、あの、自分で、あの、お願いして作る感じ。これはね、ファングショップだね。ファングショップ。これ、普段着ですね。ちょっとタバコ吸ってくるわ。ちょっと待ってて。
ただいま。外配信っていうか俺の普段着だかんね、うん、過呼吸になりそう、うん、統合フェスこの服で行くよ。っていうかもう普段着だもん。俺専用の特注で俺がイメージして作ってもらったの。和道ブランドだから。これ和道ブランド欲しかったら買えるよ、普段着で、うん、できればね。ただこれだとね片目潰れちゃうから、うん、トークの時だけかな。これはトークとかテレビ出る時とかそんな感じの時だけ、うん、絵で描いてじゃなくてイメージをその場で合わせながら作ってもらった。もっとこうしてほしい、こうしてほしいっていう、俺が理想とする服、うん、これ首もあるんだよ。これ首もある、うん、家から出るとき、まあ配信つけてるときはこの格好で普段からやろうと思ってるね俺は。メガネ入るのかな。ちょっとメガネ入れてみようか。ありがとう。でもね、今朝のことを踏まえて入らないか。もう砂漠で入らない。どうしよう。あ、入らない。これでいっか。おでこは埋め込んだね。おでこは埋め込んだ。これでいっか。仮面なしのメガネがいい。仮面気に入ってんだけど、これが結構いいアイテムだから仮面気に入ってるから。ごめん、病院じゃないよ。ありがとう太郎さん、ありがとう。おでこのピアスいいよ。見せてあげてもいいよ。はい。リコちゃん。
痛くないよ、うん、痛くない、抜けない、落ちないよ、あの埋め込んでる感じだね、プレート足りないって言うの、1000円、うん、何買うのお母さん、抜けない、抜くときはもう皮膚ぶち破ってブチュブチュブチュって取る、いるでしょ、完成形だね、だんだんできてきたね、和道スタイルが、でも埋め込んでる、皮膚に埋め込んでる、埋め込んでる、いやお母さん、お母さん、お母さん5000円のものされてないね、1000円だけのものしか買ってこないわけないんだよ、お母さん消毒してるよ、その他にもお店1000円とか2回お店、お店家計もつくくれたからさね、それは全部貯金箱に入れてるから、ネギマちゃうわ、ネギちゃん取れたらまた埋め込むっていう感じかな、うん、この服は売ってないよ、だから俺から買えるよ、あ、ダメだこれ、欲しかったらこの服は俺から買える、どうやって開ける、だからニードルで針でブスって穴刺してメスでピッて切って鉄板埋め込んだ、俺は服を作る人じゃない、アートワークのメンバーに服を作る担当の人がいるの、デザイナーさんがいるの、はい、よろしく、マイクロダーマル痛くなかった全然、ボブさん知ってるんだ、マイクロダーマル知ってるいいよね、これいいよ、こんな感じ、すごいよね、秘密結社ではないよ全然、ノーじゃない、そうかな、ぶっ飛んでるかな、欲しい人いたら全然買えるよ、普段着っすね、やりたいことやってるね、ババアとやりたいことやってる、ババアと不思議な雰囲気、僕はじゃあちょっとワノちゃん、うん、どうした、カバーつけて、カバー、カバーいいよ、お布団ね、どれカバーつけよう、そりゃそうでしょ、そうです、これ床の方だ、いいよ、やっとくよ、いいよ、やっとくってんだから、いいんだよ、何で怒ってんの、え、いいんだよ、これ、ね、これコロコロやりたいな、コロコロ、あそこにあるか、私、制服、はい、臭いから、はい、制服臭い、トイレの SK、はい、マットと一緒にやって制服臭い、下地パン黒だね、そうね、うん、トイレのマットと一緒に洗ってます、どこ行く、いや、どこ行くって行きたいところに行くよ、え、いいよ、散歩行ってきた、うん、そう、
ババア散歩だからね。ババア散歩でしょ。ババア散歩。やった方が早いでしょ。なんで怒ってるの。え、怒ってない。なんで怒ってるって言うの。やった方が早いでしょって、あたしが言ってんでしょうが。お前、あたしがお前をそうやって教育したんだろうなよ。うるさいババ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 。こら、ババこら。今日はね、一日半日だ。洗濯ババアだわ。洗濯ババア。妖怪。猫マ、これ寝れる？そこと。寝る。ちょっとお願いしていい？妖怪洗濯ババア。え？虫除け？妖怪洗濯ババア。あ、そこにあるじゃん。え？あ、そう、2人ともそうね、ちょっと酔い覚まさん。え、どうしたの？運ばれたの？あー、そっか、なんか高須院長なんか手術したんだよね。ガンなんだよね。あー、そうなんだ。え、なになに？高須院。え、高須院長捕まったの？捕まったんじゃない。ガンで入院してる。あー、はいはい。ガンなんだよね、人。うわ、ね、ここにさ、やっぱりのれんつけたらいいよね。そうだね。ぐーちゃん、なんだよババア。ほら、ババアゾンビ。え？除菌じゃなくて虫除けスプレーやったの。あ、いいな、ベッドいいわ。あ、いいね。ベッド行きたい。いいよ。ベッドいいね。高さちょうどいい。あー、良き。いいね。良きかな。良きかな。うん。いい感じですね。いい感じだね。ああ。究極のリラクゼーションだね。まあ浮いたよ。好きなの選んで。上にあるから。うん、どれがいい？猫まちゃんどれお気に入り？リラックマどれ？どれ？どこにある？上にない？リラックマはいい。いいの？デコピアス、ここ。あー、癒し空間。いいね。いいね、やっぱ
完成形もう少しかな。あと魔法の杖がある。魔法の杖どこ行ったんだ、このクリスタルロット。え、捨てた。なんだクリスタルロットって。杖あったじゃん。そんなもんない。いや一緒だよ、猫まと。何？二人でね。今さ、外に出たついでにさ、うちのさ自転車、ともちゃんからもらった自転車がなくなってた。パクられた？パクられたの？わかんない。なわけないでしょ、だって処分されちゃったのかな。あ、そうかもね。あまりにも。あまりにも汚すぎて。マジかよ。マジ。今ついでに車輪子パクられたんですか。そう、友達からもらったね。結構ね、はい、結構前かご後ろかごがある、はい、ママチャリ。あれ違うの？え？あそこにあるの違うの？そうだよ。いやいや、あったよ。え、じゃあここじゃない、ここじゃない。横にあったよ。いや、あっち持ってったんだってばね。こっち。あそこの自転車置き場に。違うよ。え、そこにあるの違うの？じゃあそこの。それは違う、うちのじゃないよ。あ、そうなの？上の人で。あ、そうなんだ。そうだよ。パクられた自転車。マジか。切ねー。はず、は、なんでもパクられちゃう。いや、処分されちゃったんですかね。おでこに開けるの全然痛くなかったね。全然痛くなかったよ。いい感じ。未来の下田歌舞伎開いてないね、まったく。スカーって分かんないな。木は生えた。これ乾いてなかったの？ピーちゃん乾いてると思いますよ。はい、木は生えたわ。何見てる？配信見てる。なっちゃったんだ。残念。じゃあ自転車買って買わない。いや、ワドちゃんが免許取ればさ問題が解決するんだよ。そうだね。外配信っていうか俺の普段着だからな。別に外歩くときこれ着てくや。私別にさ、車の運転とかそんなに好きじゃないから。あ、ワドちゃんさ、免許取れ。ワドちゃんが足いく。そうそう、足いく。おでこアップいいよ。こんな感じです。埋め込んでる。キバかっこよかった。ごめんごめん、喋りづらかった。痛い。痛くない。痛くない。開けた時痛かったね。チクって感じで、うん。まあ隣にすごいのいるぞって。映画監督が隣に住んでんだから、それはね、ざわつかない方がおかしいよね。子供が邪魔で、ほら、子が。
だ。部屋にいるのがもったいない。おお、ちょうどじゃん。すげえ、ミラクルフィットだ。俺役者じゃないよ、監督。あ、ちょうどだ。おお、すげえ、いいじゃん、うん、え、超良くない？いいね、いいね、奇跡だね、うん、いいじゃん。わあ。監督です。49歳で女性、ネカフェで無料動画でエッチなものを見て妄想するおばさん、どう思いますか？いいんじゃないですか、妄想する分には。そうだよ、うん、そうだよってお母さんも。そうだよ、だってそんな人の勝手じゃん。FF の新作に出てきそう。まあまあ、わかる、わかる。ファイナルファンタジー、アーティスト活動やってるよ。お母さん戻っけ。カツヤ行くよ、全然。サイゼリアも行く。キャラメルフラペチーノ頼む、ベンティーで。牛丼はつゆだく。どこに向かってんのか知らないけど、まああれだ、好きにしろ。いいリスナーだ、ありがとう。袖片方しかない。聖なる布を手に入れたらバージョンアップするっていう設定だから、あの片腕を鬼に切り落とされたけど、片腕をブラックジャックにくっつけてもらって袖だけないっていう設定だね。フンボルトペンギン、ありがとう。だから防御力の高い聖なる布を追加するっていう、そういう設定。ちょっと待って、魔法のロットどこ行ったんだ、本当に。魔法のロットがないね。クリスタルロットどこ行った？武器がない。血はね、少し出たね。蒸れない、蒸れない。こっから、こっから通気されるから大丈夫。夏休み頑張れよ、俺みたいになれよ。頑張ってな。ピアスはね、半年後には変えられるらしい。今はまだ皮膚がくっついてないから無理、ブジュブジュブジュってなっちゃうね。頑張、毎日頑張ってたら大丈夫だって。この服どうなってんの？ここの水牛で止めてあるね。水牛のこうなってるか。ここも水牛で止めてあって、でこっちがフックで止めてあるね。
スがフックで止めてある、ここもフックで止めてあるね。こういう感じ、こういう感じだね。熱くない？いや、ピアス別に俺は固定でいいかな。オリジナル、オリジナル、オリジナル。この服はあれ買いたい人はだから俺に言ってくれたら特注で作れるよ。これはレザーじゃない。だからレザーでこの色で作ってほしいっつったらいくらとか、この素材で良ければいくらとか、そんな感じ。素材によって値段が違う。パターンはもうできてるね。これはあのアートワークやってるメンバーのエミリちゃんの制作。デザインは俺、デザイン俺でパターン作って塗ってやってくれたな、エミリちゃん。イメージは俺。かっこよすぎる、ありがとう。まあでも着こなせないと思うよ。着こなせないんじゃないかな。そうそう、アパレル部門、和道ブランドアパレル部門だね。あ、いいねそれ、はい、いいねバカちゃん、いいねいいなそれ。前側のドレープがそう、すげえこだわってドレープすげえ出して、そうここありがとう、分かる人分かんだね、うん、そうそう。会社の飲み会これで行ったらちょっと社長の顔潰すことになるね。俺よりいい服着やがってみたいな、うん、高いよ。電車乗るよ全然。猫間のケツが気になってしょうがない。猫間お尻いい感じだからね、ケツが売りだからね、うちの猫間は、うん、お尻売りポイントだから。10万はしないかな。いくらだって言ったっけな。ちょっと待ってね。間違えた。オーマイガー。あ、まあこんなもんか。10万超えるわ。よし、ナエル、ナエルって M だよ。 M サイズ。いけるもういけるけど、ちょっと待って、プール入れてくる。あと8分待って。俺ジーンズで着こなしてるけどね。黒いジーンズとかだったらいいんじゃない。ブーツとかがいいんじゃん。
家、ああ家の話で、ここどこお母さん 2DK だって。平米数はね、40平米弱。L か 2L か XL かの話かと。セゴの時はまだ仮組だったんだけど、ついに完成したのか。セゴロ用の衣装じゃなくて、これは俺のブランドの、俺の服。民間の。猫間の服じゃないって、これ俺の寸法に合わせてあるから。これは俺の服だもん。これは俺のブランドだから。自分のブランドだよ。和道ブランド。いや、これが一作目、和道ブランドは。一作目だね。一応ユニセックスがテーマだね。男の人も女の人でも OK みたいな。配信者ね、噂なんだ。T シャツは和道 T シャツ一回出したけどね。なんか安いもん売って、なんか子供騙しみたいなことやりたくないから俺。これは合皮。本革で作っても全然いけるよ。これは合皮。ジェンダーレスって言うんだ今。それは失礼。だから付き合ってないじゃん。私も含めてなんだ。本場で作ることもできるよ。こんにちは。こんにちは。ネット販売とかやんない、俺は。めんどくせえから。おでこにピアス開けたよ。でこにピアス開けた。どうやって買うの？いや、俺に連絡してきて、ワード俺買いたいんだけどって言ってくれやいいよ。これピアス自体1万3000円ぐらい。ああ、でもね、20% オフだったかんね。
反対側の中に埋まってるね。プレートが入ってる。これ以上飲んだら多分なんかギロギロ回しちゃう。佐野と一緒にしないで。佐野と一緒にすんなよ。和道だよ。いや、チャクラが開いた記念に入れた。チャクラの場所に入れた。おでこだけ、おでこだけ全然いい。痛くなかったね。いや、なんかちょうど 20% オフだっただけなのね、うん、頭いかれてるかな。そう、向こう花火上がってる。マジかよ。麻酔なし。さくらヨガだね。ヨガ、ヨガでクンダリーに覚醒して人間じゃなくなったから、チャクラ入れる、チャクラが覚醒したから。だからまあいいか、うん、ピアスのキャッチはない。プレート埋め込んでるね。ブッダだね。クンダリーニ覚醒ね。まあスーパーサイヤ人みたいなもんだよ。おでこ痛くなかったね、全然。軽くニードルって言って、あのボディーピアス開ける針があるんだけど、ニードルでおでこブスって刺すの。ブスって、でメスでピッて切るの。そうするとパカッて割れるじゃん。で脂肪の層が出てくるじゃん、皮膚の下に。その脂肪の層にプレートをブチュブチュブチュって潰して、メリメリメリってめり込んで、ではその上の部分がこう蓋、皮膚がブチュってなるとこうなるっていう、うん、クンダリーニ覚醒だね。でそのプレートに穴が開いてるの2つ、その穴に脂肪が食い込んで定着するみたいな、そういう感じかな。そんな痛くなかった。俺もすげえ痛いと思って怖かったんだけど、めちゃめちゃうまい人だよ。俺ディオよりもあれだな、バイツアーダスとか好きだから。キラヨシカゲが好きなのよ。キラークイーン、キラークイーン、どんなんだっけ、こんなんだっけ。死ぬまで、まあ外れるまでって感じかな。ブッダが配信やってるね。だから俺のこと別にブッダって呼んでもいいよ。いってらっしゃい。病院じゃないね、ボディーピアス屋。ああ、とんでもない。こちらこそありがとう。どうした？どうした？しもじも。説法とかないかな、特に。俺は質問に答えるだけだね。
耳は1個開けてる、ここ耳開けてるね。ボディピアス、ここ、あ、こことここしか開いてないね。痛みに超弱いね。痛いの大っ嫌い、うん、タトゥー、本当はここにタトゥー入れる予定だったんだけど、まずピアスから入れた。まずはピアスから。いじめられっ子じゃないよ俺。ブッダにどっちが偉いとかはない。もうブッダの域に行くと、どっちが偉いとかどっちがとかはない。一切ない。そうそう、神秘的になってくるでしょ。タトゥーも入れようかな、うん、まだ迷ってるね。ブッダは何でも食べるよ。さっき金目鯛の煮付け食ったね。第6層のテーマ曲いいよ。テーマ曲変える？いいよ全然。ちょっと待って、何したら、いや覚醒したら、覚醒したらブッダになれるね。テーマソング流すじゃん。ちょっと待って、俺のルールではありだね、全然あり。人類の希望。ちょっと待ってね。いやー変わったよ、引っ越した。トイレ行ってくるわ。ちょっと肛門からチャクラ出してくるわ。
お待たせ。いっぱい出たね。悪いカルマがいっぱい出てきた。あれどこ行った？あれどこ行ったんだろう。あ、俺みたいに行きたい？誰でもできるよ。誰でもできるよ。手は洗わない。ライセンスとか興味ないかな。俺は自己探求、真理を探求してるものだから、自分の中に正解があるから、セミナーとかは特に開かないな。悟り、まあ自分の情報をシェアしていくだけかな、ここで。悪いカルマをたくさん落としてきたね。ついてたカルマを落としてきたね。だいぶ落ちたよ、カルマが。この服は聖なる服だね。清掃。これのヘッドホンどこだ？オーディオテクニックかな。自己探求だけやってるかな、最近は。テースです。あ。好き？ありがとう。ありがとう。近くでピアスいいよ。ピアスっていうか、まあ第三の目だね。第三の目。これ CD とか売ってんのかな、わかんないな。売ってないんじゃないの、フリーミュージックだから。こんな感じです。ブラックオパール、ブラックオパール入れた。
5分ぐらいだったね。10分ぐらい、5分10分ぐらいで終わったね。もう意外とパパって終わったね。晴れてない全然。ダイエットコーラ早かったね、すげえ。麻酔なし、タトゥー入れてないよ。第三の目何が見えるんですか。すべてだね。おでこにピアスはね、埋め込んだね、皮膚の下の脂肪層に。第六チャクラに入れたね、自分の位置、消化体の位置に入れた。そうだね。痛みはね、なんかニードルで刺した時にすげえチクッとこう針で、その後ナイフでピッて切ったんだけど、メスで、その時少し痛いぐらいだね。人の目は気になった？いや全然人の目気にしてない。入れ墨入れたいね。あー、ありがとう、ありがとう。第六チャクラね。6杯目ヒカルさん、ありがとう。アイテム、そうだね、ブッダですね。おでこ見る人、いや、ほくろみたいに見えるからそんなに見られないかな。近くで見ると光るんだけど、遠くから見たらほくろみたいに見えるから、そんなジロジロは見られないかな。そんなにボコって浮いてないし、この辺で見てもほくろみたいでしょ。ロボトミーっていうか、だから皮膚をピッて切ってブチュブチュって入れる感じだね。だからピアスっていうよりも、なんだっけ、インプラントに近いんだって。インプラント取り外しは効かないね。ゲージとかじゃないんですよね、これは。インプラントですね。マイクロダーマルっていうやつですね。あ、ビンディです、ビンディです。少しだけね、チクって感じかな。ニードルで刺すときに痛かった。思ってたの100分の1ぐらいしか痛みはなかったね。結構痛いと思ってたけど、錆びたりはしない、ステンレスだから。中に埋め込まれてるのはステンレスだから錆びたりはないね。はい、さやちゃんいらっしゃい。アップで見たらいいよ。あ、待って待って、待ってね。タトゥー入れたかったんだよね、最初は。だけどピアスにしたね、先に。こんな感じっすね。ブラックオーパールだね。ブラックオーパールにした。ここなんかこう角度によって光とか模様が変わって綺麗なんだよ、うん、そうだね。皮膚の下にナットっつうかプレートみたいなのを埋め込んでるっていうか、そういうアクセサリーだね。いや結構拷問みたいな痛さを想像してたね、俺は。いや特にピアスすることで感覚鋭くなるっていうわけではないね、うん、ブラックオーパール、これは高くない、人工石だから。施術、いや他には開ける予定ないかな。とりあえずここに記念で入れたかったんだよね。もともとそのボディーピアスっていうのが、そのまあ、黒人の民族とかが入れるんだけど、ただピアスを開けるっていうわけじゃなくて、その何か儀式的な意味合いが強いのよ。体に穴開けるっていうのが、その一生ものなわけだから。だから成人した記念にとか、奥さんができた記念にとか、なんか狩りが初めてできた記念とか、
そういうなんつうの儀式的な意味合いが強いな、うん、ヘディングしたらブチュって言うだろうね、うん、シャアは入れたいね。スプリットターンにしたいんだよね。スプリットターンは興味あるかな。付け替えはね半年後ぐらいにできるって言われてるね。基本的にはねピアス屋さんは付け替えはできませんって言ってるけど、こうネジとかは半年ぐらい経ってちゃんとくっついたら変えられるね、うん、どうだろうね、わかんない、まあ、顔にピアスつけてボクシングは危ないね、うん、金属プレートが入ってるからね。スプリットターンはまだ全然考えてないかな。とりあえずビンディどうしても入れたくて。あーいいね、やる気スイッチかもね。いい表現だね、やる気スイッチか。あ、初見さんいらっしゃい。個性的かな、そうかな、うん、性転換はしないね。女性になりたいっていう感覚はないかな、特に。ダイブするつもりはないな、うん、入れないかな。シンコに真珠は入れないな。でこのピアスアップいいよ。こんな感じか。見えた。フォローありがとう、うん、ブラックオパールだね。これはねぶっ刺してプレートを埋め込んであるね。和道さんの思考や考え方共感持てます、ありがとうございます。初見さんいらっしゃい、ありがとう。ピアスね、耳にピアスするだけでもいろんな種類があるし、このマイクロダーマルを指に入れる人とかもいるし、なんかいろいろいろんな種類があるね。真似したい。いや真似していいんじゃん全然。でこまは別におでこに入れなくていいんじゃないの。排除される。だから大事に使わないと取れちゃうね。
取りたいとの手術だ。でもね、マイクロダーマルね、勝手に取れないっていう風にネットであったけど、結構半年ぐらい取れちゃう人もいますよって言われたよ。あ、フォローしてくれんの、ありがとう。また来て。少しね、なんか針でチクって刺してメスでピッて切るときにちょっと痛かったかな。あとはそんな痛くなかったかな。埋め込むときとか結構パーでギューって押されたけど全然痛くなかったね。花火来ないね。オフ会は9月の8にありますね。9月の8に、イベントに出るんで、その時ゆっくりお酒飲みながら、なんか精神世界とかアートとかの話とか聞きたかったら、もし言ってくれたら。どれかな、これか、これか、これに出るんで、もしよかったら連絡ください。しばらくこれ以外はないかな。これが多分一番最後に、最新のやつでね、これですね、9月8、これに出るんで一日中喋れますよ僕と、寝ててね撮れることもある、値段はね、5800円で一日遊べる、いい匂いしないと思うけどな。骨には当たってないね。脂肪層だね。5800円で、シバターとかも来るかな。本当に来るんだったら、チケット予約しないといけないから、俺に連絡、LINE 連絡ください。こんばんは。で、T シャツ付き、出演者の名前入り T シャツが欲しい人は、8500円かな。ゴールドチケットは。猫マと俺と、あと写真の個展物販でやろうかなって、個展じゃないか、物販に写真持ってって作品飾ろうかなと思ってる。5800円でバンドと柴田とか佐藤珠緒とかみそのとか、あと AKB の演歌歌手、なんか元 AKB の演歌歌手と、あとのりゆきさん、便所太郎さん、3倍目光とか、バファリン、直樹兄さんとか、俺は物販席にずっといるから、物販席でお酒一緒に飲んでもいいし。結構かっこいいデザインだったよ、出演者入り名前 T シャツ。デザインかっこよかったよ、普通に。こんな感じだったかな。これがイベントか。みそのとかね、岩佐、美咲、柴田、佐藤珠緒とか、リンドバーグとか、あと誰、ファミコン芸人藤田、石川紀之、キレッキレの加藤さんとかでね。俺の出番が2時半ぐらいかな、配信者男子の部。コロッケは来ないでしょ。で、こっちが音楽ステージで、こっちがトークステージみたいな分かれてる感じ。MC 石川紀之さんだ。で、出入り自由だね。で、柴田の企画がライブハウスプロレス、柴田に勝ったら100万円、セクシー女優 VS 柴田。だから、セクシー、なんかキャットファイトみたいなのやるんじゃん。すごいよね。だから、1500万柴田持ってかれる可能性あるんだよね。T シャツのデザインどっかあんのかな。 T シャツこれだ。これが統合フェスの T シャツで、ここに多分名前入ってると思う。かっこいいよね。俺の入ってる入ってる、前回も入ってたから。統合フェス T シャツだね。
まあ、あの着たい人と T シャツ欲しい人はぜひ連絡ください。 T シャツは多分会場に入る人限定でしか手に入らないと思ったけど、うん、X 広島みたい、欲しいものリストのマントがなくなった。だってこれがもう手に入ったからね、うん、オリジナル T シャツはないな。これがオリジナルで売ってる服だね、うん、もし買いたい人いたら連絡ください。世界でまだ一人しか身につけてない和道ブランド。これ13万ぐらいかな、13万ぐらい。酒作ってくるわ。ありがとう。お腹いっぱい、お腹いっぱい。じゃあみんな KP、 お疲れ KP。 人としての業に疲れた。イベント、あ、了解です。チケットを取り置きしておけますか。 どうしますか。お酒嫌いじゃないですね。ピアスいい感じ、うん、服は着るもんだからな、うん、ピアスいい、ありがとう。すげえ気に入ってる。いや俺結構酒飲めるよ。
ネコマとお母さん、ネコマなんかオリジナルの服作るって言ったよな。1643、さすがワドさん、センスがいいですね。ありがとう。たぬき251号さん、凶器作ってるんですか。シルバーのアクセサリーだ。たぬき166号さん、鼻に牛の輪っかでもつけたらいいな。あ、やだね、それは牛の輪っかダサい。たぬき255号さん、糸用紙も綱わら。ショコさん、冬用のアウター作らないの。冬用のアウターだよ、これ。あ、大丈夫大丈夫、集中力あるから俺全然平気。たぬき255号さん、糸用紙に反応するなわら。たぬき132号さん、片側半袖の冬用。たぬき187号さん、イベントアイテムと花火以外は匿名で送れないの。あー、どうなんだろうね、わかんないな。匿名で送るのはイベントアイテムと花火かな。たぬき30号さんはどさん、アルバイトしてないの。アルバイトやってるよ。たぬき177号さん、おっさんがチョーカーつけてる。たぬき110号さん、冷房何度にしてますか。冷房ね、さっき作業してたから22度かな、 22.5 とか。たぬき92号さん、羊側、牛側。これ合皮だね。たぬき255号さん、おっさんがゴミ袋着てるわら。たぬき176号さん、今着てたら暑そう。たぬき256号さん、集中力ある人だったらもうそのシルバー完成してるよ。たぬき255号さん、号側が13万わら。ん、何。たぬき30号さん、社会に出たんだね。ありがとう。少しでいいよ。ニードル痛そうだな。頭部のカラットとか MRI の時外すの。外れないね、埋め込んである。151号さん、ビニール製。たぬき215号さん、恥ずかしくてそんな服着れないよ、ダサすぎて。たぬき2号さん、高そうなアウターだね。キツネ0721号さん、確かにわらわら。これはね、あのオリジナルだね。たぬき159号さん、フェイクという言葉がよく似合う。たぬき259号さん、私は開いてるときは大きめの服着たくなります。あー、わかる。ワドさん、おしゃれな方位に見える。わかるわかる。たぬき2号さん、中すんな。開いてるときゆったりした服着たいよね。たぬき255号さん、ゴミ袋着ながら糸用紙も綱わら。たぬき92号さん、号側で13万か、ちょっと高いね。うん。たぬき237号さん、おでこにボタンあるよ。ブランド名はハスラー。ブランド名はどうだね。そのアクセサリーは用途何。これはカラビナ。たぬき191号さん、ブスマは何やってんの。たぬき133号さん、おでこの GPS ついてますか。たぬき177号さん、55歳若かったら許せたよ。それ重すぎでしょ。 www 重いね、結構ね。たぬき2号さん、次は髪何色にしたい。髪はブルーで統一だね。たぬき255号さん、ハゲてきたな、お前。座禅やるからね、俺ね。
精神世界の探求をずっとやってますね。世界をずっとこう追求していってるっていうのはいつぐらいからかな。物心ついた頃からっすね。いやそんなことないよ、配信飽きてないよ、配信飽きてない、美味しいな。座禅毎日やってますね。瞑想ね。ああ最近見ないね、最近見ないな。たぬき251号さん、精神世界でオーナニーするとどうなりますか。オーナニーできないよ向こうでは。もともとオーラブルーだったんだけど、前回から金色に黄金になったね。ウーバーイーツなんだろう、タバコはやめてないのよ。みんな同じだね。根本的に同じ。ウーバーイーツってなんだろう。いや、ピスタチオ、なんだっけ、ま、ん？ピスタチオか。セイゴさん、おでこにピアスは痛かったですか？いや、痛くなかったね。タヌキ265号さん、本当におでこにピアス。うん、タヌキ251号さん、精神世界に目覚めればタバコやめれるそうです。やめれるだろうね。タヌキ262号さん、アニメのマインドゲーム面白いね。面白いね、マインドゲームね。毎日瞑想してるんだ、間違えた、毎日瞑想してるんだ。たぬき96号さん、ウーバーイーツってマクドナルドとか配達してお小遣いもらうんだよ。青白猫さんってふわっちの女性配信者もやってるよ。こまめさんはどつ、ピアスいい感じ、近くで見たい。はいよ。たぬき265号さん、痛そう。痛くなかったね。171号さん、ピスタチオたまに開いてないのありません。あるね。たぬき258号さん、インコの歯茎と髪型、こんな感じだね。たぬき237号さんは、土産から KFC を感じます。たぬき261号さん、チャクラだ。チャクラ、こまめさん、それキャッチの部分はどうなってるの。埋め込んでるね。たぬき265号さん、血どんくらい出る。いやだからかさぶたに今なってるけど、そんな出なかったね。今かさぶたになってるね、埋め込んでる部分。たぬき171号さんは、なんか血の塊見えた。だって昨日埋め込んだの。こまめさん、痛そう。痛くなかったね。全然痛くなかった。コマメさん、おでこって、いや、あのね、皮下脂肪のところに埋め込んでる。158号さん、どうやって埋め込む。メスで切ってたね。たぬき68号さん、眉毛の手入れバッチリだな。たぬき265号さんへ、おでこ骨あるけど骨は。
ひかしぼ、ひかしぼ。それでコンビニも料金払えるの。たぬき266号さん、それ石を変えたりできるの。石を変えたりするのは半年後だね。1万3000円だったかな、3万ぐらいすると思ったけどね。たぬき258号さん、歯茎と髪型は。たぬき262号さん、インプラントみたいなもんか。ていうかインプラント、これは。たぬき268号さん、お前晩ご飯食うたか。インプラントだね。たぬき171号さん、ピアス近くで見たいです。ん、見たい、いいよ。269号さん、どうせなら LED でも入れてホタルになれや。はい。たぬき270号さん、ピアスなんで開けたん。さくらが開いたからだよ、記念で。たぬき96号さん、晩ご飯心配してもらってるよ。たぬき68号さん、どれくらい病院行ってないの。たぬき237号さん、小学生にそのボタン押されるから気をつけて。たぬき265号さん、中は取れないように返しあるの。返しっていうかね、なんかプレートに穴が開いてて、たぬき258号さん、でその穴に脂肪が食い込んでいって癒着するって感じかな。いや、ブラックオーパール号さん、ピアスよかったんだよ。これが一番なんかピンときたね。ブルーかブラックにしようと思ってて。たぬき45号さん、ピアス込みで1万3000円。そうそう、あと消毒液込み。261号さん、アンバチャクラを茶化すコメってしない方が良いです。良くないことです。たぬき177号さん、瞑想は座禅する人が陥る魔境の世界があると聞いたことがある。あるね。神秘的な体験を求めて妄想に陥る。魔境には2回ぐらい入ったことありますね。たぬき262号さん、両面テープじゃなかったのか。シールじゃないね、これは埋め込んでるな。虫かと思った。たぬき273、そうそう、マイクロダーマル。ボディサスペンションとかしそうわら。たぬき273号さん、マイクロダーマルですか。マイクロダーマルですね。たぬき258号さん、魔境について詳しく。魔境は魔境だからね。魔境に行ったらもう妄想に取りつかれたってことじゃん。たぬき237号さん、顔洗えるの。顔を洗うとき優しくだね。267号さん、やっぱり麻酔なしだった。下には当てたいね。麻酔はなかったね。265号さん、唇とか下は開けないの。たぬき171号さん、唇に開けるのあんま好きじゃない。タトゥーになりそうですね。どうだろうね、タトゥーそんなに入れたいとは思わないかな。たぬき262号さん、天外魔境は2が面白いよな。45号さん、クリニックなら麻酔あるよ。あ、そうなんだ。麻酔はなかったな。クリニックでマイクロダーマルはないんじゃないかな。予約いる。完全予約制の店。たぬき220号さん、尊敬する配信者はいる。いない。外れない。たぬき262号さん、下あるでも引いてくれ。たぬき274号さん、祈祷にも台座は埋め込めますか。無理だね、皮下脂肪に埋め込むから。皮膚に埋め込むボディピアス、マイクロダーマル。そうそうそう、マイクロダーマル。たぬき272号さん、おでこにインプラントで角とか埋め込まないの。角は興味ないね。たぬき275号さん、それなんですか。たぬき45号さん、おでこはないかもしれないクリニックだよね。マイクロダーマル多分ね、病院ではやってくれないと思う。237号さん、痒くなったらどうすんの。痒くなったらどうすんの。引きちぎればいいんじゃないの。好きにすればいいんじゃないの。たぬき276号さん、ビンディピアスとは違うの。
ウィンディーだね。マイクロダーマルっていう埋め込むそのピアスの種類だね、これは。マイクロダーマル。たぬき261号さん、つかささんは別にファッションじゃないと思いますよ。たぬき272号さん、人体改造に興味あるの。あ、主さんって書くのめんどくさいでしょ。俺みんなに監督って呼ばれてるから。魔境に入って戻れなくなることありますか。魔境に入ってループ無限ループしたことあるね。死ぬかと思ったね。全部戻ってこれてるね、ガキの頃から。そうだね。277号さん幽体離脱と変わら、たぬき278号さん幽体離脱して何を見た。何を見たって別に幽体離脱だから別に見たいもの見れるよ。たぬき261号さん、監督さんから放射線状の光の粒が見える。ありがとう。たぬき279号さん、もっと早くできるペンダントトップとか小物作れよ。作らないかな。たぬき237号さん、片方脳で群れないの。96号さん、これいじってるふりして何も加工してないってことはない。だって削れてなくなっちゃうじゃん。たぬき133号さん、手に持ってるの枝ですか。波さん、不幸の世界で幽体離脱して戻ってこれなくて死んだと言ってる人はいましたか。たぬき220号さん、どうしてそんな嘘ばかりつくの。何も嘘ついてないけど。画面の貼り付け。たぬき265号さん、帰ってるよ。猫ちゃん帰ってきた。帰ってきてるよ。たぬき272号さん、本当にボタン押したら猫まくるの。たぬき237号さん、お猫の呼び鈴押したら猫まの母ちゃんが来る。たぬ
ぬき284号さん、本当になんで何をしたいのかいつも分かりません。たぬき146号さん、ピアス後悔してるよね。わら。いや、全然。めちゃめちゃ気に入ってるかな。たぬき63号さん、なぜクリリンにならなかった。やること全部中途半端だね。たぬき265号さん、今日の晩ご飯は何かしら。金目鯛の煮付けとエビマヨと、あとなんだっけ、キンキ、なんだっけ、刺身だったね。うまかったな。たぬき265号さんを、いいね。たぬき133号さん、爪楊枝になるまで削ってね。この枠おかしい。たぬき171号さん、あ、もう夕飯食べたんですね。もう食べたよ。たぬき96号さん、金目鯛の煮付けだと居候なのにいいもの食ってる。めちゃめちゃうまかったな。ナミさん幽体離脱してあちらの世界で知り合いはできましたか。精霊に2人会いましたね、この前。もうナマコか、障害年金で生きてくつもりだわ。だから何もしないんだわ。たぬき285号さん、こんばんは。ピアス近くで見せてください。ナミさん、こっちの世界のリアルの知り合いに会ったの。たぬき237号さん、こっちの世界のリアルの知り合い、亡くなった人とかが、とかかな。死んだ死者とは何人か会ったけど、パソコン、パソコン、レッツノート。あったよ。たぬき278号さん、精霊は友好的だった。いや、会話はできなかったな、精霊とは。精霊とは会話はできなかった。たぬき42号さんの箱さんに会えた。会えたね。ロコさんに会えたね。箱さんなんて言ってた。和道さん、まだ早いよ。たぬき272号さん、そのおでこのやつつけたらテレパス使えるようになる。ならないよ。たぬき177号さんで、コピだけは気前よく何度も見せるんだね。 W だいぶお気に入りかよ。わら。気に入ってるね。たぬき285号さん、ありがとうございます。たぬき286号さん、中二病ピアス W。 ナミさんの箱さんは今どんな世界にいるの。どんな世界にいるのって、あの世。たぬき15号さん、精霊はどんな姿なんですか。たぬき92号さん、カオスにあっと言ってたね。リンゴさん、テントウムシ作った。いや、これはピアス埋めたの。出るたびにこちらもお金を支援しているのに、アイテム投げないやつは違う枠行ってくれ発言。仕事終わってから拝見しても不愉快です。不愉快なら見なくていいですよ。285号さん、痛かったですか。あ、天国とか地獄っていうのはない。向こうには一つの世界しかないね。ナミさん、地獄、天国。天国と地獄はこのこっち側の世界のことだ。向こうは一つの世界しかないね。 深さがあるっていう感じかな。階層があるって感じ。272号さん、おでこのボタン押して口でピンポーンって言ってみてよ。たぬき237号さん、おでこのボタン押したら猫間が来る。たぬき287号さん、なんの服なの。わら。たぬき252号さん、こいつわらわら。たぬき133号さん、ここまで笑わせてくれる人は少ない。たぬき252号さん、なんとかしてくれ、わらわら。た
ぬき285号さんなんでデコにピアスしたの。たぬき283号さんこの部屋楽園。たぬき288号さんしかしセンスがねえな。たぬき284号さん芸術家になりたい方はたくさんいらしてただみんな頑張っていらっしゃいます。爆音小僧さんピアスってそこかい。たぬき289号さんお前らバカにするな。たぬき237号さんおでこのボタン押したら目からより目ビームが出る。この世界観で居候は笑えるな。たぬき63号さんだからって千正雄はないだろうわらわら。たぬき290号さん主はどこ。たぬき252号さんなんとかにつける薬ね。たぬき291号さんこっち系かチルだ。たぬき292号さんフランスか。たぬき285号さん237そのためかわらわらわら。
293号さん AV 監督に失礼。たぬき295号さんブロック再リクルたぬき162号さん言いたい放題わらわら。どんな階層？第5階層だね。なんでデコにピアスしたの？記念だね。記念。見なきゃいいんじゃないの？はい、こんばんは。点滅はしないね。これオリジナルのブランドだね。292号さんデコにダニついてるよ。たぬき287号さんそのアウターすごいね。ありがとう。284号さん発達障害は昔からありますし。痛くなかったよ。たぬき296号さんゴッド痛かった。たぬき252号さん点滅わら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 。たぬき237号さんおでこのボタン変えた。たぬき298号さんウルトラマンセブンですか千正男ですか。たぬき272号さんおでこのやつはブルートゥースついてますか。たぬき63号さん配信終了3分前になったら点滅するらしい。たぬき288号さんデコに鼻くそついてるよ。たぬき162号さんそれ毛なんだよね。いつ頃できるかわかんないな。42号さんワドが紙だったら猫マは何になりますか。何になるんだろうね。マセさん今作ってるのはいつ頃できる予定ですか。たぬき296号さん千正男草。たぬき297号さん分け前点滅はわら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 。たぬき177号さん北九州監禁殺人の犯人も裁判中傍聴員から笑いが起きるほど勘違い発言があったみたい。犯人と被害者は王様と奴隷の関係だったからね。たぬき292号さんデコにイボついてるよ。たぬき291号さん LED ですか。たぬき137号さんブラックオパールですね。卒業の方は開いたとか覚醒したとか8割以上の方が言いますね。ナミさん第5階層で天国に近いね。たぬき284号さん発達障害は昔からありますし個性なんだからそんなに言わなくていいです。たぬき299号さん個展どこであるんですか。個展原宿でやりたいね。たぬき162号さんアイテム飛ぶと光るの。マセさん自分が納得するまででですか。たぬき237号さんデコにピアスって本加工。ナミさんそれじゃろ箱さんはあと少しで天国だ。たぬき92号さん要塞しないんですか。たぬき300号さん追いはげ。たぬき272号さんワドにリア突したときそのおでこのボタン押してもいいですか。バセさんキャラ変ですか。たぬき287号さん血を吸ったマダニみたい。たぬき252号さん大仏意識してるの。たぬき298号さんバックのピンはどうやってつけるの。バックのピン知り合いで地獄に行った人いる。あ、埋め込んでますね。理想とか一層とか二層とかには行けないよ。あ、まあ行けるのか。俺は行ってないかな。3層までしか降りてないかな。1層2層には入ってないね。たぬき284号さんお金がない。お金がない。みんなお金のために働いているんです。たぬき237号さん沢田さんのほくろって本知ってる。たぬき272号さんおでこのボタン連打したらどうなりますか。たぬき288号さん花火ゼロでフィニッシュですね。花火ゼロやだな。たぬき301号さんおでこにピアスってどういうこと。たぬき252号さん回想って。たぬき173号さんおでこに文鳥の糞ついてるよ。たぬき302号さんコメント面白すぎ。たぬき303号さん病院でやったの。ナミさん山荘ってどんなところ。ボディピアス屋さんだね。山荘はだから動物の世界だね。たぬき171号
仏教でいうとこのガキ畜衝動ってやつだね。たぬき63号さん緊急で MRI とかできなくなったな。たぬき177号さん面倒くさがりのお前が毎日瞑想できるわけないだろう、嘘をつくなわら。たぬき300号さん ATM 行ってまた行ってみろハゲが。たぬき291号さんピアスに詳しいな。たぬき241号さんボロが出るからもうやめとけ。埋め込みはね、自然と取れるか引っ掛けてぶついって取れちゃうか、手術で取るしかない。たぬき292号さんでこのボタンで猫ま呼んでよ。たぬき301号さんそのおでこのピアスって自分で取り外し可能。自分では外せない。たぬき284号さんほんとわざとなら寄り目もやめてください。たぬき272号さんおでこにクリリスついてますよ。たぬき92号さんお金がない人の意味がわからない。たぬき42号さんでコマはどこ行った。たぬき63号さんブッチャーに狂気攻撃でもされたのか。たぬき304号さんチャクラ開きましたか。チャクラ開いたね。37号さんでこのボタンは自爆スイッチ。たぬき303号さんおでこにピアスってどうやって開けるの。埋め込んだね。たぬき252号さん安田社長の親族ですか。埋め込んだ。たぬき291号さん見せて。たぬき301号さん痛くないの。たぬき305さん両面テープでついてるのに嘘つき。マセさんへ怖いことしましたね。たぬき298号さん飛行機の搭乗口で引っかかったらどうするの。たぬき237号さんおでこにクリトリスついてるよ。チン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 さんおでこの穴にうんこすり込んだら一生におい残っちゃうの。たぬき171号さん急所が増えましたね。たぬき305号さんかっこいいことばかりするね。たぬき252号さんいよいよ怪しくなってきたな。たぬき291号さんドラゴンボールにこんなキャラいたな。たぬき302号さん開いちゃったんだチャクラ。たぬき288号さん急所にピアスわら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 。たぬき63号さんなぜチャクラが開いたのにアンチが増えて花火が減るの。たぬき306号さんアロンアルファだったら激ワロ。たぬき304号さんなかなかチャクラ開きません、どうすれば開きますか。たぬき303号さん埋め込むのすごく痛そうだね。火の呼吸法がおすすめですね。172号さんおでこのボタンってやっぱり触られると感じるんですが。火の呼吸法を覚えたから結構良くなったかな。171号さん私も開くことできますか。たぬき298号さん高い壺売るのだけはやめてね。たぬき291号さんこの曲何。たぬき237号さんそれ9個つけたらクリリンだね。たぬき137号さん監督錯覚だよ、ただのうつ病だよ。たぬき91号さん大来亭のラーメン好き。たぬき284号さん私も寄り目ですし兄もそうです。女の子ならまだ寄り目は可愛いと言われますが男性は言われません。わざとならやめてください。たぬき304号さんコメントの音で聞こえません。バセさんクリリンわらわらわら。たぬき237号さんもっとでかいのつけよう。たぬき291号さんシラフでこのキャラはヤバぞ。307号さん金銭的に余裕ができましたね。たぬき305号さんは土さんに対して失礼なこと言うな。たぬき304号さん何をしたら開きますか。火の呼吸法がおすすめですね。たぬき91号さんは土さんガチ花火内でアルバイトしようプライドを捨てよう。アルバイトしてるよ。たぬき308号さん奈良の鹿の角頭にかぶるのか。たぬき177号さん花火が減ったのは好転反応だよ。チャクラが綺麗になりだして今毒出し中だから一時的に悪いことが起こる。きっと毒出しが終われば花火飛ぶよ。たぬき288号さんせめてビー玉ぐらいのつけてください。たぬき42号さんでコマのデコにもつけようぜ。たぬき237号さんに食ってやつつけてほしいしです。たぬき309号さんおでこ痛かった。でもねそんなに痛くなかったね。マセさん引っ張ったら痛いのかな。なんか怖あ。引っ張ったら痛いよそれは。皮膚に埋め込んでるから、バイトクビになるかもしんない。ナミさん死んだ人とかペットは
ロハコさん以外に誰に会ったの。たぬき310号さんマジでそれ一生削ってるなわら。たぬき311号さん最終的に6個にするんでしょ。最終的にはタトゥー入れたいね。たぬき252号さんどういう人種ですか。たぬき272号さんデコにピアスよりデコにタトゥーの方がかっこよくないか。たぬき305号さんお前らはドさん大好きだな。たぬき91号さん鼻ピアスの人は鼻噛むときどうしてんの。たぬき177号さんでもすごく毒が多そうだから毒出しまで何年かかることやら。たぬき308号さん頭に角つけて千と君にでもなるつもり。バセさんなんでしたの。たぬき291号さん店長に取られるで。記念ですね。たぬき91号さんはドさん堀氏の才能あるよ。バセさん何のためにしたの。たぬき312号さん今からタトゥーだよ。たぬき171号さんタトゥー興味ない言ってませんでした。多分興味なかったんだけどね。191号さん自分でデザインしなよタトゥーのデザイン。たぬき32号さん削って削って無にする奥深いな。たぬき27号さんピアスでバイトクビになってもいいの。まあしょうがないよね。たぬき305号さん全身にタトゥー入れたいの。たぬき63号さんあなたみたいな精神疾患って最近多いみたいだから早めに病院行った方がいいね。たぬき171号さん数分前に行ってたのにわらわらわら。たもじさんタトゥーやったら肝臓悪くするよ。たぬき302号さん突然降りてきた感じ。バセさん記念って突然そうっすね。デコだよデコ。たぬき300。あ、チャクラが開いた記念ですね。やばい薬はやってないですよ。たぬき291号さん紙とか玉食ったんじゃね。紙とか玉食ってないっすね。たぬき306号さんデコに炭も入れたくならない。たぬき314号さんはどうはネコマのファッション感覚に引っ張られすぎて自分をなくしてる。たぬき311号さんバカな外人みたくおデコに背中手入れてください。たぬき315号さん初犯です。たぬき228号さんバイト始めたんですか。はい。たぬき309号さんチャクラ開くって何。たぬき32号さん葉っぱ気をつけてえわら。たぬき316号さんまた違う世界に深く入っていってるみたいだね。たぬき317号さんデコにご飯粒ついてるぞ。たぬき307号さんバイトとピアスどっちが大事。ピアスかな。たぬき318号さんサイコパス消えろ。たぬき305号さんどんなタトゥー入れたいんですか。ビンディーすね。たぬき171号さんピアス見せてください。ピアス。たぬき177号さん知ってる。ピアスは自傷行為の一種なんだよ。そうだよ。生活がうまくいかない怒りが自己破壊行動でもある自傷行為に結びついたのだろう。ピアスは自傷行為だよ。神さんネコマがこの間おかしかったけど猫になってたの。たぬき291号さん猫になったみたいだね。マジックマッシュかガンジャヤタナこれは。たぬき91号さん土日休みのバイトに変えたいです。たぬき305号さんビンディーが好きなんですね。ビンディー好きだね。たぬき137号さん心療内科の先生が最近多いんですよね。開いたとか覚醒したとか十中八九うつ病ですから安心してくださいって言ってた。通州300号みたいでいいね。たぬき305号さん今日も良い曲だ。いい曲だね。291号さんガンジャやったな。たぬき319号さんどこにタトゥー入れたいですか。額ですね。たぬき63号さん単にチャクラが開いても何のメリットもないんだと。デメリットはあんたみたいに釈迦にあったとか妄想が始まるんだと。たぬき171号さんその作品は売り物ですか。売りも売ったりもしますね。たぬき307号さん猫マは栗に古典に出して古典見た人で買いたい人いたら買えますね。精神病だった。アーティストは悩むんだよ。ワドさんも例外ではない。たぬき27号さん人の目を気にして生きてるつまらんお前らよりマシだよ。ワドはアスタリスクアスタリスク心ないことばかり言ってストレスの吐き口がないんだね。たぬき291号さん俺はわかる。たぬき272号さんワドは間違いなくうつ病だと思う。たぬき306号さん石の周りに炭入れたいよね。あー入れたいね。たぬき309号さん釈迦にあったとか軽く言うのやめてください。たぬき312号さんスプリットターンしてください。スプリットターンいいね。たぬき313号さんおいくらですか。たぬき305号さん26万8000円ですね。たぬき306号さん
37号さん朝原目指してるのか。たぬき171号さん御殿はどこでやってるんですか。御殿はね、原宿でやりたいなと思ってますね。素敵だよ、ありがとう。たぬき302号さん釈迦にあったの。たぬき313号さん釈迦に会いましたね。たぬき315号さんいつもより寄り目になってませんか。たぬき91号さん釈迦にあって600万か随分持ってたなって言われたって本当。たぬき2号さん26万か欲しいけど買えない。たぬき237号さん26万8千円。たぬき305号さんスプリットさん痛すぎますよ。みかんさんかなと思い拝見していましたが悪意に満ちていてリスナーを甘く見ていると思い書きました。たぬき171号さん消費税上がる前に開いてくれますか。たぬき291号さんこりゃ食ったな。ナミさん釈迦なんて言ってた。たぬき63号さんおでこのほくろを1分以内に30回押したら脳がリセットされるの。優しく微笑んでたね。たぬき173号さんブッダになると納税は免除されますか。たぬき311号さん買わないけど8000円負けてもらえませんか。たぬき313号さんどこに26万の価値があるんだわら。たぬき91号さんもう悪口やめて。たぬき320号さん釈迦立ち飲み屋にさっきいたよ。たぬき272号さんはど監督って口臭いってのりこが言ってたけど本当ですか。さあ消費税込みの値段なの。たぬき307号さんいつなんちゃってってオラだとバラすの。たぬき177号さんお前がアートや創作活動に目覚めたのはアートセラピーを必要としてたのだと思う。お前は自己破壊的であるがゆえに人生うまくいかない。だから癒しを求めただけ。悪いが才能なんてないよ。たぬき309号さんお釈迦様はあなたみたいな詐欺師には会いに行きませんよ。自分の道具にお釈迦様を使うのはやめてください。たぬき2号さんもう少し値引きできませんか。たぬき237号さんはどおでこのボタンを押したら信号機が青になる。たぬき63号さんブッダに会ったのにまだ花火欲しいの。物欲良くないって言ってなかった。ちくわチャンネルさん精神世界行くとこの世が間違っていることに気づけるって本当。本当だね。たぬき27号さん間違ってるっていうよりも正しく見えるって感じかな。たぬき2号さん税別なの。たぬき321号さん猫まちゃん最近すごくかっこよくなったと思う。なんていうかオーラがすごいよ。特に笑うと頬のあたりが松井秀喜さんにそっくり。たぬき322号さんまた金にならねえことやってんのか。かすたぬき291号さん間違えない。シラフではここまでならない。間違えなくやったな。たぬき272号さんなんではどってこんなにアンチだらけなの。わからない。たぬき134号さん佐藤のバカに買ってもらえば解決だな。たぬき323号さん詐欺なの。たぬき311号さん買わないけど半額にしてください。たぬき324号さんそろそろたぬききつくなってきた。たぬき2号さん松井秀喜は草。たぬき63号さん通常枠に変える。正しく見えるのに毎日ゴロゴロして飯食ってクソ垂れるだけのうんこ製造機なの。たぬき91号さん177の言う通りかもしれない。でも人みんなせいなんやかんやあって生きてるんだと思う。苦しみながらも生きてる、それは尊い。たぬき307号さんシルバーは修行。たぬき322号さん夏休みの工作やってんの。たぬき215号さん詐欺ばかりしてるから嫌われるんだよ。たぬき284号さんオーラを持っている人は。たぬき177号さんお前の創作活動はアートセラピーだから僕は治療中の男を見てる。たぬき91号さん松井に失礼すよ。たぬき321号さん猫まちゃん国民栄誉賞クラスの笑顔だよね。たぬき173号さんブロック祭りやめたの。たぬき291号さんガンジャやたなお前。たぬき27号さん変えて。たぬきやだ。たぬきやだ。27号さんじゃあ普通のに変えるね。